星田三平。パラシュートガール殺害事件湾が曲がって光っている高度4 0 0 0メートル。政子たちの飛行機サルムソン230馬力はその上空で大きな旋回を続けていたかなり強い北北東の風。 マサコにとっては、これが四度目の飛び降りだった。だから彼女は、むしろ、わざとげにさえ見える落ち着きを持っていた。そして、救命具を着込んで、どうだけふくらかした体をシートから離すと、ちらっと男の方を見て、時計を見た。十時四十分。男、助手中村は、冷たい表情で高度系の盤面を凝視していた。道代の方は、 パラシューターとしてはこれが初めての経験なので、激しい機体の動揺の中で軽いめまいと胸苦しさを感じながらシートの隅に小さくなって座っていた。片側に一人の人間のぶら下がることによって木の均衡を保つため、道夫と中村とは反対側のもう片方のシートへほとんど体と体を密着させて座っていた。木が上げかじを取る。その途端に パラシューターは手を離さなければならない雅子の体が鮮やかなモンドリを打って落下し始めたのは次の瞬間だったやがて体が決まると彼女は目で旋回を続けている気鋭を敏霜に寄っていた道夫の体がハエのようにへわりついているのが見える臆病者あの子はきっとおじけづいているんだよ そして彼女は、凄まじい爆音によって、道代のかすかな悲鳴を聞いたと思った。と、中村の上半身が現れた。道代は手を離していた。ひー、ふう、みー。道代が落ちている。空を断ち切る茶色の断層のように、パラシュートが開かなかったのだ。 政子は、正確な加速度を持って瞬く間に彼女を追い越していったものに対して冷たい瞳を投げていた死の落下山美貌のパラシュートガール残死本日深川埋め立て地第5号において虚構されたる日本落下山研究会の若きパラシュートガール中条道夫18歳は午前11時 落下山降下実演中、海山側に異常ありたるため、4000メートルの上空より、丸々白尺底の竹林に墜落残しよう。廊下の壁に持たれて、小型の原稿紙へ達者な鉛筆の走り書きをしていた若い新聞記者は、ふと道夫の死骸を収容した病室がざわつき始めたのに気づいた様子だった。同じ日の午後だ。 部屋には道代の母親がいた。教会の主任 H 氏もいた。母親は娘の蒼白な死に顔に対して悲しみの果ての表情を持って立っている。そして漠然とした憤りをさえ感じているのだった。誰が私の娘を殺したのだ。と。落下山はなぜ開かなかったのか。 解散策が切れたからではなぜ解散策が切れたのだろう中条道代の使用したのはアービン式手動落下傘だっただから自動式と違って解散策があるパラシューターの命とも言うべき綱がしかも強靭な浅縄を持って三重によられた綱が教会主任 H 氏は当然として次の結論を得た 道夫自身か、あるいは他の何者かの手により切断されたものである、と。そして道を自身ということは自殺を意味し、他の場合は殺人を意味している。不幸にも H 氏のこの結論は的中していた。道夫の手に握られていた真鍮の輪に付属する五寸ほどの綱の切り口と、 落下山に接続する綱の切り口とを比較した後、深川社の W 警部補が断言したのだった。鋭利な刃物で切った跡ですね。これは、ハサミかもしれません。着陸した二頭飛行士、岡田と、境界助手中村が待ち受けていた二名の刑事の手で印字されたのは記すまでもなかろう。飛行機の内部、 会場に使用されたテント、及びそこら辺りの草原が、夕刻までに W 警部補の手によって、ほとんど余すところなく調査された。そして W 氏は、天幕から数歩離れない便所の前で、一個の小さな新しい爪切りバサミを発見した。昨日か、あるいは今日中に落とされたものであることは、一見して判明される。しかし警部補は、 こんなありふれたハサミが後になってこの事件に重大な引っ掛か,かりを持ってくるなどとは夢にすら考えなかった。ハサミの尻に N の一文字が記してある。N、N、N。警部補が被害者の素性を調査したところによると、中条道夫18歳は、現住所深川区島田町。 バツバツ女学校中途退学家庭上の都合により大丸百貨店ショップガールとして本年6月まで勤務ある事情を後で判明するで辞職本年7月衣笠雅子の紹介により落花山協会へ入社す家庭は母親弟2人父親は道夫が女学校を退学した年に死亡している 一家の整形は彼女の肩にかかっていた。なお彼女には長井と呼ぶ婚約者がいる。長井は現在大丸百貨店員である。道夫の死体が解剖された。外傷として無残に粉砕された後頭部の裂傷のほかに右手中指及び人差し指の爪が引っ張られ血が付着しているのを指摘することができる。 もう一つ中条道夫は妊娠していた一つ9月3日午前9時政子は会場の天幕へ入った道夫はまだ来ていなかった10分ほど待つと来た別に変わった様子はなかったすぐに助手の中村と天幕の外の草原で落下山を調べた すぐに助手の中村と天幕の外の草原で落下山を調べた。道夫のもまさ子のも異常がなかった。すなわち解散策はまだ切れていなかった。二つ、九時半から十時まで、十時に飛行機に乗ったのだ。二人はいつも一緒に行動した。ただ、出発する十分前、一度だけ、 道夫は単独でどこかへ姿を消していた。ほんのちょっとの間だった。帰ってくるとなぜかひどくそわそわしていた。三つ。帰ってくると道夫は雅子に便所へ行かないかと言った。私もちょうどその時何だったもんで。と雅子も便所へ行った。 落下さんは便所の棚の上へ二つ並べておいた。便所を出るとすぐ出発した。四つ。九時から十時まで、四ッ落下さんは各自が各自のものを一瞬も放置せずして持ち運んでいた。ただし便所の棚では。五つ。出発した。四千メートル上昇した。 空の上で道をの動作は地場でなかった。政子は飛んだ。それからあとは何も知らない。以上は、同乗者政子が警部補に対して答えたところの要約である。最初、警部補は、綱が飛行機の上でのみ切られたものと考えていた。政子の陳述の2と3は、地上においても綱を切り得るという判断を警部補に与えた。 それでは、いつ、どこで、誰が綱を切ったのだ。悪女をしろ、中村。道夫に振られたので殺意を生じたのだろう。結婚の申し込みはいたしました。それ見ろ。それをなぜ隠していた隠すなんて別に、言う必要を感じなかったから言わなかったまでです。 道夫さんに婚約を申し込んだのは事実です。私はあの人を愛していたから。しかし、あの人の口からすぐに婚約者があると聞くと、男らしく諦めたのも事実です。中村は言葉を切ると、涙ぐんだ瞳をテーブルに伏せていた。警部補はこの青年の桃色に充血して、 時々神経質らしくひくひくと引きつっているまぶたに眩しそうな視線を送っていた。この青年が忌まわしい極意を着た姿を想像して暗い気持ちに襲われるのだった。なんという矛盾であるか。事情は警部補の笑うべき干渉を無視して中村を不利な環境へ陥れてしまった。次の 岡田二等飛行士の新しい証言が、中村の有罪をほとんど決定的なものにしてしまったのだ。岡田の証言というのはこうだった。中村は道夫に振られると、道代に対する中村の情愛は、憎悪に変わっていった。教会を休んだ三日間に中村は殺意を固めた。そして機会が来たのだ。 四千メートルの空中で、中村は雅子が飛んだ後、道夫とたった二人になる。中村は密かに、あるいは力ずくで解散策を切断する。道夫を突き飛ばす。それだけだ。五分とはかからない。足が道夫さんの悲鳴で振り返った時には、あいつはすがりついている道夫さんの指を一本ずつひっぺがしていたんです。 何しろゾッとしましたぜ。それから9月3日の午後、9時から10時までの間どこで何をしていたかという警部補の質問に対して、二等飛行士岡田は次のような答弁をした。足は搭乗するまで操縦艦の調子を調べていたんです。責任上足は出発するまで一歩も飛行機のそばを離れなかったわけで。 彼のこの陳述が事実とすれば彼には疑うべき事情がなかった。警部補は午前中に飛行士を放免してしまった。中村に関する報告書。中村慎太郎。年齢26歳、独身。素行良し。酒とタバコを好まず。故郷の中学校卒業後上京。 新聞記者、雑誌記者等の職業を転々し、昨年10月頃、落下産協会へパラシュートガール助手として入手した。現在では、深川区木場横丁左官職遠山家の2階を曲がりし、自炊生活を行っている。故郷の実家はかなりの資産家である。金銭の不自由はしていないらしい。その他特徴として、非常な潔癖を持っている。 岡田に関する報告書。岡田長春。年齢32歳。最大し2人の子供あり。そこを正しからず。ただし、教会内の風評によれば、絹笠雅子と関係あるもののごとし。絹笠雅子に関する報告書。絹笠雅子。年齢22歳。聖陰本放獣。 数人の男と関係す。女給生活数年。横浜に一年。その後パラシュートガールとして本年2月教会へ入所す。中条道夫とは小学校時代の旧友。翌日の午後である。雅子は思い出したことがあるからと警察署へ警部補を訪ねてきた。その時の二人の会話。 みちおさんが飛行機に乗る前、ちょっと姿を消していたって今朝話しましたが、実際を言うと私、あの時みちおさんがどこで何を誰としてたかってこと、ちゃんと知ってるのよ。ぜひ話してほしいね。実はよ、実はみちおさんは、天幕の裏のくすの木の下で、恋人と合いびきしてたのよ。合いびきをええ。 男ってのは、みちよさんのフィアンセ永井さん。そしてよくはわかりませんけれど、なんだか二人で言い合いをしていたわ。みちよさん、泣いていたわ。おかしいなと思ったのでそちら側へ行くと、永井さんは、永井さんも涙を流して、真っ青な顔で、死んでしまう方がいいんだ。そう言ってましたわ。なぜだろう。 なぜかって、そんなわけ私が知るもんですか。みちさんはひどく慌てて、このこと誰にも話すな。口止めを私にしたの。そいで今朝も黙ってたんだわ。長井と別れると。ちょっと、長い長いあなたは言われるが、一体あなたはどうして長井を知っていたのかね。あの人もみちさんも私も、 小学校が同じでしたの。道代さんは4年下でしたけど、長井さんとは私同級だったんです。それでそれからはばかりへ行ったんですわ。私、あの日とても朝にしちゃって、9時ギリギリに会場へ着いたくらいで、朝のお上手を済ませていませんでした。飛行機に乗るとできませんし、それで道代さんとはばかりへ行ったんです。 二分ばかりすると靴音がしたので、誰だろうと思って、あそこのはばかりのドアは節穴だらけですから、節穴の一つから覗いてみると、長井さんが落下山を置いた棚にかがんで何かしているんです。小さな節穴からではあるし、体で隠れていたから何してるかはわかりませんでしたけれど、後ろ姿は確か長井さんの後ろ姿でしたわ。それが三分間。 都合を5分ほどして出てみると、長井さんはそこらにいませんでした。しかし、落下山にはちょっと見ただけで別に異常がなかったので、気にせずとそのまま乗っちまったんです。あの時、もし私が道代さんの落下山をちょっとでも疑っていたら、道代さんは死なないで済んだと思うのですわ。じゃあ、あなたは長井が切ったと言うんですね。そして、 紐が切断されてなくなっていたのに、あなたは気がつかなかったのですか紐がなくなってたんですって紐はちゃんとくっついていたじゃありませんかあの長い紐がなくなっていたら、第一に道夫さんが気づくはずですわ。今さっきあんたは、長いが紐を切ったと言ったじゃないか。い,いえ、私はただ、あの人でも切られる。 切ったかもしれないとお話ししているだけだわ。しかし、紐が。あなたは考え違いをしていらっしゃるわ。紐が落下山にくっついていたからって、その紐が切れていないと断定するのは想計だと思うわ。紐を10分の9まで切り離し、あとの10分の1で落下山と繋いでおけば、道夫さんが飛行機から飛んでその紐を引くと、落下山が開くより先、 紐が切れてしまいますもの。この時警部補は、はばかりの前で拾った爪切りばさみを思い出していた。そしてそのことを、はさみと、はさみの上の N のことをマサコに話すと、彼女はちょっと首をかしげていたが、N は長いの名であろうと言った。警部補も同感だった。アパートの形式を持つ下宿や、 と言えば言えばよう。永井の部屋は窓にツタを絡ませた西向きの13番だったこの下宿屋の痩せた女将は恐るべき雄弁を持って警部補たちに何らの発言の余地を与えず一瞬時に数十号を喋ったそして彼が滝のような言語の洪水の中から拾い得た必要な事項は左の3箇条であった A 長井は学生時代からこの部屋にいる。現在もこの部屋にいる。B。長井には可愛らしい言い名付けの少女がある。その少女は藤色のドレスと真っ赤な髪飾りの似合う少女である。中条道を指しているらしい。長井はその少女を死ぬほど愛していた。C。長井は昨日の朝から外出してまだ帰らない。 今朝方彼女自身が長井の勤務先である百貨店へ電話して紹介すると、ちゃんと欠勤届が出してあるということだった。そして警部補は長井の部屋から、道夫の写真、色のリボンで束ねておいたいくつかの封書、その他を押収した。女上が慌てて反対したにもかかわらず、道夫のことだったら、道夫は私が殺したんだ。 私が殺したも同じだ。私さえもっと気をつけていたら、道夫は決してデパートを辞めさせられる必要がなかったんだ。百貨店を辞めなければ、いくら家が貧乏だからってパラシューターなんて危険な商売はしやしなかったろうし、道夫は死ななくってもよかったんだ。幾度も幾度も私は道夫に言った。 パラシューター家業だけはやめてくれ。お母さんたちの生活は私が保証する。と。そして最後まで私は止め続けたのだ。あの朝だって私は心から涙を流し、また怒ってみたりして道を思いとどまらせようとした。だけど道夫は、道代も泣きながら逃げていってしまったんだ。 そして、死んでしまったんだ。じゃあ、なんだね。最後まで君は、中条道夫を愛していたというんだね。そうだ道夫も私を愛していたそれならなぜ落下山の紐を切ったのだい紐紐って何です紐さ。 落下傘を開かす紐さ。君がハサミで切ったろう。私がハサミで切ったそれ何のことですか紐とかハサミとか、私にはよくわからんのだが。W 警部補は見事なうっちゃりを食ったというべきである。土壇場で長井は鮮やかな逃げを打った。ではなぜ さっきまで道夫を殺したのは俺だなんて言っていたのだ。道夫を殺したのは私です。しかし、その何とかの紐は決して切った覚えはない。どうして道夫を殺したのだね百貨店の売り子を道夫がしていた時、執務中売り場で私によこす愛の手紙を書いていたのです。 運悪くそれを課長に見つけられて、私の犠牲になり、道を一人が責任を負って辞職した。そしてパラシューター作業を始めたのです。私に残す一本の封書が道をの死の原因となったのです。だから、私が道を殺したも同じことだ。なんという不可解な原因論であろう。 長井はひょっとすると発狂しているのかもしれない。警部補はあまりのことに茫然自出しているかのごとく見えた。後に例のハサミが長井に示された。長井の表情は全くハサミを無視していた。W 警部補には可愛いいとこがいる。子供のない警部補はこの十七のいとこをこの上もなく愛していた。 だからその晩も、事件で疲労している頭を休める暇もなく、いとこにねだられて映画を見に行ったのである。松竹ニュース新聞大罰編。実写だった。警部補はテーマのある映画よりもこの種のものを好んでいた。だから疲れを忘れて、罰罰会議に臨む罰罰首相の有志等を熱心に見守っていた。 そして二冠の写真がほとんど終わりに近づいた時警部補の表情は異様に引き締まり目が狙ったひのように光り始めるのだったそれは9月3日深川埋め立て地第5号において挙行された「第6回落下3回の盛況」の字幕によって始まっている送られたおびたらしい花輪の軍。 花束を抱いた婦人たち。笑っているみちとまさ子の非幸福姿。腕にリボンを巻いて歩く教会の人々。新聞記者、テント、エトセトラ。そしてキャメラが静かに旋回し始めると、サルムソン記の横側が中写しで画面が現れてくる。ほんの数秒だった。ダブって字幕が映る。 警部補は、そこら数十人の客たちを振り返らせるほどの異様なうめき声を知らずして発していた。警部補のいとこは、恥じらいで真っ赤になりながら警部補のお尻をつねった。警部補のお尻は、どこも冷や汗でじとじとしていた。翌朝8時、W 警部補は、署の門前で慌ただしく飛び出してきた部下の刑事と、 危うく衝突するところだった。警部補はちょっとよろめいた。D じゃないか。ひどく慌ててどうしたのだ。いや、失礼警部補。大変なことになっちまったんです。所長さんが行って、今、警部補を呼びに走るところでした。大変別の事件か。いや、例の。落下さんが間違っていたって言うんです。 とにかく W 警部補は扉を押した所長のテーブルの上に二つの落下山が置かれてあったその横に教会主任 H 氏の顔色が困憊と焦燥のため歪んでいた雅子もいるそして五六人の巡査が彼らを取り巻いて立っている所長もいた所長の表情は狼狽の表情である 所長は立派なカイゼルヒゲを持っている。どうなされたのですか警部補としてはこの質問は H 氏へ行ったつもりだったが、誰よりも先に所長が発言していた。ラッカーさんが間違っていたらしいのだ。再び警部補は言う。H 氏、説明してください。あんなことのあった後だし、 何やかやとごたごたしていて、今朝までこの落下山は事務室の物置に放り込んであったのですが、今朝になって格納庫へ保管するため取り出して調べていると、偶然この落下山の方が、すなわちあの日雅子さんの使用した方が、本当は道夫さんの落下山であることを発見したのです。中条さんのは少し新しく、 キヌガサさんのは幾度も使って泥に汚れたりシミがあったりだいぶ古くなっているはずなのですからそれからすぐとマサコさんを呼んで確かめたのですねええ、うん、私も初めはわさかと思ったわでもよく見ると違ってるのよ私の分には以前大阪の飛び降りで切れた23分の尾がその23分だけ太さの違う別な尾で付け替えてあるの これは多分、はばかりの棚へ置いたとき、あのとき間違ったものだと思うんだわ。警部補の頭は混乱した。なが投げてはいけない。考えてみることだ。一。中条道夫を殺害せんとする何者かが落下さんを間違えて切り、間違えて切られた落下さんを再び間違えて着用した場合。 この場合は犯人がひどい慌て者だということ以外、事件の進行に何らの差別をも生じない。2。絹笠正子を殺害せんとする何者かが正子の落下山を切り、間違えて道代がその切られた正子の落下山を着用した場合。この場合には事件の進行は根本から覆される。 衣笠政子の陳述の底を流れる特異なる一条彼女は道夫よりも先にはばかりを出ているすなわち彼女だけが落下山を間違えたのだ道夫はただ一つ残った落下山を当然のこと自分のものと思いそれを思ったりすぎないのだ パラシュートガール中条道夫追試事件発生9月3日の1ヶ月経過10月1日夜第2のパラシュートガール事件が深川埋め立て地5号で発生した衣笠雅子が殺害されたのだ10月1日の夜は満月の夜だったクスの木の下で月の光の下で 潮騒のように降りかかる虫の声の中で、雅子は上半身胸部を露出し、左乳下に垂直に刺さった一本の担当によって絶命していた。最初雅子の悲鳴を聞き、クスノキの下へ馳せつけたのは、その付近に住居を持つ一人の鉄道従業員何がしであった。彼は所要のため、東から西へこの広場を横切ろうとしたのであるが、 彼が雅子の悲鳴を聞いたのは、クスの木よりも数十歩東だった。そして彼が失踪のスタートを切った時、クスの木の下からも一個の人影、紺のカスリを着ていたらしい、が飛び出し、彼の走っていく同じ方向へ、西へ、同時にスタートを切っていた。すなわち、 広場の東西の頂点を結ぶ対角線上を東から西へ、人影は逃走したのだ。鉄道従業員が楠の木へ到着した時までには、そのコンがすりの人影はすでに半長も先を失踪していた。鉄道従業員は小柄であったから、彼の総力よりもコンガスリの男の総力の方が勝っていたためであろう。加害者は狂気の担当を例外として、 頭髪の一本ですら現場へ落としてはいなかった。足跡でさえも。だから所長たちの観察が五寸区部の担当に集中されたのは当然であろう。が、一切の観察は無駄だった。五寸区部には指紋もない。指紋はなかった。しかし五寸区部の塚頭には N の一文字が記されているではないか。 N, N 警部補の拾った爪切りバサミにも確かあったはずの N だ読者諸君鋭敏な諸君はここで大きな疑問にぶつかるであろう凶器に指紋を残さないほどの考慮を持つ加害者が彼にとって致命的な証拠ともなるべき N の文字をなぜ歴然とあまりにも歴然とさらしたのであるか この疑問は正当だ。諸君は記録の最後の一行において、この疑問を解決しうるのだ。被害者は、教皇数秒前、成功行為を成したなる痕跡あり。あるいは、成功中殺害されたるやも知れず。マサハンがどないかしやがりまして ちょいとそこへいてくる言うて、二時間ばかり前へ出やはりなはったのやが。こんがすり聞いた男やってそんな人をあてちっとも知らんし、マサハンは普段備えに身持ちようないよって、男やったら行産を増すさかい、いちいち顔を覚えたらしまへんが、今住やったら一度も見えしまへん。昼間同じところに勤めてある岡田たら言う人消えはって、 三十分ほど話ししおりました。中条道雄の死、絹笠正子の死。この二つの事件は完全に異なったものかあるいは同一人の手で行われたものか再び言う、正子は成功している。彼の貧困はゼロである。背景。 中条道夫及び絹笠雅子に関する殺人事件の真犯人。本日皆様のご援助により逮捕し得たること報告つかまつり候。ついては未だ不明の事実もこれあり、いろいろお尋ねいたしたく存じ候楼はいだ。10月3日午後4時までに本書へご出頭を下されるよう。右、お願い申し上げ候。 10月3日午後4時、警察署老状の会議室に集合した人々。教会主任 H 氏、岡田二等飛行士、教会助手中村、長井、その他。真犯人の逮捕とは本当であろうか果たして、誰が逮捕されているのか ?W 警部補の口調はほがらかだった。 9月5日、すなわち事件発生後2日の夜、私は何の気もなくバツバツ映画館へ行ったのです。そこで諸君も多分ご存知の、あるいは見られた方があるかもしれませんが、松竹ニュース映画新聞大抜編と題する短尺の実写があったのです。一切の事件の秘密が、この短い2巻のフィルムの中に示されてありました。 行行でした。意外でした。私は確信を得たのです。犯人はやっぱりあいつだった。と。しかし、その夜一晩中かかって熟考の結果得た私の集結と、表面に現れている事実との間には未だある隙があった。その翌日9月6日、 H 氏や雅子の手によって発見された落下山の間違いという事実が、その隙を満たす半分のものだとぼんやりながら気づいたのです。私はそれから一ヶ月間、あらゆる私の全勢力を集中して謎と戦ってきたのです。長井と中村の両君を試しに放免したのも、私の手段だったのです。私は、 全身的に事件の正面から取り組んでいました。一ヶ月経過した十月一日、絹笠雅子の事件が起きると、今まで半分満ち足りなかった隙が、雅子の死によってぴったりと塞がるのでした。ついに私の仮説は集結へ来た。私は今日、落下山の紐を切った男が、 まさこを殺害したと同一の犯人であることを知った。そしてその男は、この部屋の中にいる。W 警部補は思い切った断言をしたというべきである。蒼白に変ずる H 氏の顔。一時間以後にとお約束しました。が、ことは案外早く片付きそうです。 私が犯人を指摘する前に、ちょっとしたお願いがしたいのです。お願いというのは、諸君がこの答案紙へ、私の提出する質問に応じて、ほんのわずかな文字を記入してくだされば、それで済むのです。問題の一つは、9月3日午前9時から10時までの間、どこで何をしていたか。そしてもう一つは、 10月1日夜9時40分ごろ、やはりどこで何をしていたか。ありのままを、偽りなく。ナブリュー警部補はテーブルの上にあった西洋紙、八つ切りの4枚の紙切れを4人の人々に手渡すのだった。臨終のように緊張した一瞬、4人の人々は明らかな不安の念を隠しきれず、 機体にいっぱいの生汗を浮かべ、吐息をついて。警部補は彼もまた少し興奮の態度で紙切れを配分すると、同じ長さの黄色い鉛筆を一本ずつ手渡していた。時間は10分間です。書き上がったら二つに折って、テーブルの上へ伏せるのです。岡田二刀飛行士は2分間でその答案を書き上げた。 そして誰よりも早く紙切れを二つに折りテーブルに伏せた。H5 分、長井6分。最後に助手中村は9分を用している。もう一度だけ申します。この紙切れに記入された文字は永久に保存されるのです。取り消すことは絶対に不可能ですぞ。それでよろしいかご苦労さんでした。 では書き上げられた順に読ませていただきましょう岡田二等飛行士操縦艦の調子を直していました出発するまで飛行機のそばを離れなかったおとといの晩は活動ごみに行って夜店で買い物をして帰りました H 氏9時から10時まで新聞記者と対応 落下山に対する説明。記念撮影約10分間。10月1日の夜。一歩も家を出ず。早くより寝る。以上。長い青年。クスの木の下で道をと会った。道をが強情を張るので僕は腹が立った。勝手にしろと言って道をと別れるとすぐ帰った。 それだけだ。10月1日の夜は何をしたか忘れた。酒でも飲んでいたのだろう。助手中村。1、テントの中でいろいろ仕事をしていました。2、家の中にいました。W 警部補は丁寧に4枚の紙切れを打ち隠しへしまうと改まった口調。 映写機及び映写幕の設備が臨室で整っています。私は皆さんに9月3日の記録映画をご覧に入れようと思っているのです。臨室は真っ暗だった。黒木綿や黒く着色した紙を持って窓という窓の外光を立っているのだ。暗闇の中で天井から下がった白布がヒステリー女のようにイライラしている。 かすかに揺れている。こちらへ。拝見の音が懐中電灯の沿行の中で入り口に瞬潤する4人を促していた。そして人々が部屋に入り所定の椅子に着席すると、さっと低い天井へ光を投げながら拝見は退出した。4人だけを残して。扉が閉まると死骸につまずいても知らぬ闇だった。 注意して観察してください。ちょっとした、ほんのちょっとしたことでも見落としてはいけないのです。観察と熟考があなたたちに真犯人を指摘するのです。では。警部補の声は天井裏から聞こえた。数秒そして15メートル離れた A 写機へ、どこからともなく強烈な光が差し始める。 カタ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 連続する音が針を落とすほどに聞こえてくる。カタ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 。9月3日、深川埋め立て地第抜号において拒行されたる落下山大会の盛況。フィルムはひどく傷んでいた。傷ついていた。雨のように記された無数の線と、 時々白く三角形にチカチカはぐれてくる破損したシーンと思っていたしかし4人の彼らにとっては全てが恐怖だった映写幕の人影は時に狂気のごとく失踪し時に水中を遊泳する看板な動作によってノロ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 と這いまた時として頭の上に足があり足の下に頭があり 映写は続けられている。おびただしい花輪の整列。笑った雅子の顔。天幕。昼帰る日照記。などのカットの後、キャメラはいつかの夜と寸分たがわず、静かに静かに旋回し始めるのだ。サルムソン記の機種。記憶。起伏。機微。 やがて飛行機の前傾。それだけならいい。それだけならいい。一体操縦桿の調子を直していた岡田二等飛行士はどこへ行った見えない。突然。そうだ突然。白布が天井から舞い落ちた。そして飛行機の映像が消失すると、嘘のように強烈な沿光が、 何者かを求めてネズミ色の壁を動いていた。約1メートルの直径を持つまばゆいばかりの降臨が、間発の出来事である。血にまみれた絹笠雅子の白い裸が、盛り上がったチブサと、チブサに突き刺さる担当をもって円光にさらけ出され、幻のよう空間に浮かびてたのも、 岡田飛行士がわけのわからぬ絶叫ともろとも扉へ向けて逃走を図り、警戒していた二名の刑事と激しい格闘を開始したのも。椅子の飛ぶ音、テーブルの倒れる音、怒号。一枚のガラス戸が岡田の見当違いの一撃で破壊された。日光が部屋に溢れると、行走の変わった岡田が、 二名の刑事に追い詰められて、校中から血を流し必死の抵抗。はハはハは私が犯人ですって面白いなぜ私が犯人なんだ肩で息をついてやけに笑う丘だ。同じ部屋である。君に覚えのないことだったら、何も慌てて逃げなくったっていいじゃないか。 警部補はすすに汚れている。天井裏へ映写機を据え付けていたのだ。逃げたからってあんなもの見せられて平気でいられるほど足はいい度胸を持っていませんよ誰だって真っ暗な中で死人を出されちゃ怖くなるのが当たり前だまあ、それはそれとして。岡田さん、不思議ですね。 あなたは飛行機のそばを一度も離れなかったと言ったはずですが、不思議ですね。あれは、あれは忘れていた。あの時、私はちょっと。遅い。中条道を殺したのは貴様だ。理由があるのか俺が道を殺すわけがない本当にね。 君はあの人とは何の交渉もない。あの人の死は君に何らの利益をももたらさない。だから君は表面では中条道を殺害の犯人ではありえない。しかし君は確かに道夫を殺したのだ。過ちが、君のちょっとした錯覚が道夫を殺すようなことになってしまったのだね。君は、 雅子が雅子の落下傘を、みちおの落下傘をみちおが正しく着用される場合のみを考えていた。まさかあの時に限って落下傘が間違うなんて夢にも思えないからね。実際、君が雅子を殺そうとした動機に至っては、僕でさえ同情しているくらいだ。君が妻子を捨ててまで愛していた女に裏切られたのだからね。 この爪切りばサミ知ってるだろう君のハサミだからね。ほら、君の名前、岡田長春の N という頭文字さえちゃんと入っているじゃないか。君はこのハサミで落下さんを切ったのだね。もちろん、マサコを殺す目的で。そして君が便所へ行った留守の間に飛行機だけが撮影されたことを知らなかったのだね。 10月1日に雅子を殺したのも君だろう。凶器にはやはり N があったし、君がここへ来るとすぐ刑事が行って、君の家の床下から少しばかり血の跡のあるコンガスリの合わせを見つけ出して帰っているんだよ。君はあの日の昼、最後の決心を固めて、雅子と楠スノの下で合い引きの約束をしたのだろう。そして、 雅子の心が完全に君から去っているのを知ると、とうとう、やっつけたんだね。岡田はその夜、よっぴて毛髪のように絡みかかる警部補の尋問を受け、一切の犯行を自白した。便所の棚で雅子を殺害する目的で紐を切ったことも、そのハサミが彼の所有物であることも、クスの木の下で雅子を殺したことも、 だが、次のようなちょっとしたことだけは、警部補のいかに春烈な尋問であっても、その言い方を変えなかった。政子を殺した担当は、政子自身の所持品である、と。このために彼は後になって、無罪の判決を得たのである。こんぐらがった事件の落着は、警部補の気持ちをすっかり楽にしたらしく、二三日経ったある夜、 逆まで彼は集まった新聞記者たちと愉快げに対談していた。W 警部補は得意の絶頂である。以下彼の談話。岡田が真犯人と確実に決定したのは、無論あの映画を見たことや、それから後ででも彼が雅子と激しい恋愛、妻子をまで捨てようとした関係を結んでいたことや、 最近になって雅子の情熱が他の男に移りかけていたことなどを知ったからでもあるがね。実は確定したのは9月31日だよ。つまり雅子の殺される前日だね。不思議なことに彼女から、ハサミの N は岡田長春の N であるという意味の密告書が私宛てできたのだよ。 マザコはまだその日まで幾分かの愛情を岡田に感じていたらしいね。そして何らかの理由で31日に岡田へ最後の行動をとったのだね。虫が知らせたとでも言うのだろう。彼女も多分岡田が自分を殺すかもしれぬ予感があったんだね。マザコの死体がい解剖されていたよ。あの裸はね、 普通の石膏像へちょっと細工しただけのものだ。胸へ担当をくくりつけたり、全身を着色して赤い色を少々と、それだけだよ。何しろ散々に脅しておいた後だし、例の映画ニュースの飛行機の場面でひどいショックを感じた直後だからね。バレたと直感したのだろう。例の映画ニュース、これには私もだいぶ苦心した。 松竹の工業用のだけでなく、あの日に素人で16ミリを持ってきていたものが2、3人いたから、全部借り受けて研究したんだね。岡田が後半に付され、しかも無罪。すっかり無罪ではない、自殺補助罪とかの軽い刑があったはずだ。の判決を受けたとき、W 警部補は得意の絶頂から失意のどん底へ転がり落ちた。 次に示す政子の日記は、有名な名弁護士、旧三郎氏が彼女の住居の天井裏から発見し、法廷で岡田を救ったものだ。前略。靴をがしたとき、私はその戸をほとんど開きかけていた。そして岡田が落下山の置いてある棚に向かって何かしているのを見ると、なぜかその戸を開けるのを、 私は無意識のうちに躊躇していた。岡田の非幸福の背が棚にかがんでいる。岡田は人がいるのを忘れていた。岡田以上にそれを恐れていた。岡田が何をしているかが私にはよくわかっていたから。彼は私の愛情が5年ぶりで出会った幼友達の長いへくらつき始めたのを知ると、再々のこと、 私を殺してやるんだと脅していた。岡田が去ると、私はなるべく音を立てないようにしてそこを出た。果たしてボタンが一つ外れている。岡田が紐を切ったのだ。間に疲れていたに違いない、と、今でも私は思っている。あの時の私は別の人間だった。道夫が死ねば、 長いの気持ちを私のものにできる。道をさえいなければ。恐ろしい考えだ。なぜ私はあの時笑いながら道よさんにありのままを告げなかったのだろう。そうすればあの人は。ああ、しかしこんなことは忘れるんだ。私でない私の 別な私の手が素早くボタンを元通りへ直し、何気ない顔で道夫さんの落下さんを取っていた。そして道夫さんには、切れた私の落下さんを持たしたのだ。私はとうとう道夫さんを殺してしまった。始終私を先輩として尊敬し、姉として信頼してくれていたあの人を。私は今朝長いに会った。 そして、長井の気持ちが動かしがたいものだと知ると、急に長井が憎くなった。そして、紐を切ったのは長井だと W 氏に密告してしまった。死んだ道夫さんに詫びよう。私は岡田に殺されよう。そして岡田も殺人犯人として一緒に連れて行こう。そうすることが、 道夫さんの霊を慰める唯一の手段だと私は信じている。私が岡田に殺されるのはわけのないことだ。私は一本の担当を買う。それに N と書いておく。そしていつもするようにクスの木の下へ連れ出して、岡田と最後の合引きをする。それから後、私は彼を散々罵倒し、 彼がカッとなったところへその担当を見せれば、私を殺すだろう。命をかけた謝罪だから、道代さんも多分許してくださるだろう。私は昨日、W 氏へ、ハサミの N は長春の N で、紐を切ったのは岡田であるという意味の手紙を出しておいた。 私が岡田に殺されたことは W 氏が発見してくださるであろう。昼間、久しぶりで私の方から岡田をクスノキへ誘う使いをやった。岡田はすぐと私の家へやってきた。彼は私の愛情が再び帰ってきたと信じて、ひどく嬉しげだった。さあ、もう約束の時間だ。 私は岡田に殺されるため、出かけよう。